皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日いろいろあったけど、まあ楽しく過ごしたのでよかったかなと思います。最近ね、まあいろいろ予定が重なるけど、特に問題なく進んでるかな。うん。まあ CD はちょっとめんどくさいのが2、3件あるぐらいで。でもそれも減ってきたからね。まあ常になんかめんどくさいこととの隣り合わせというか、めんどくさいことはついてもある。多分ね、何もない日の方が、 珍しいかな。でも何もない日か。1週間に1回くらいあるのかな。いや、ないか。1ヶ月に1回は多分あると思う。あ、今日は特に何もなかったっていう。何もなかったっていうのかな。うん。めんどくさいことがなかったみたいな日がたまにある。月1くらいかな。あったら大体めんどくさいことが起きてる。でもね、小さいことだからいいんだよ。大きなことじゃなければ。 大きなことが重なっていくと多忙になるけど、もうここ2、3ヶ月ぐらい多忙を経験してないから、前のね、多忙に比べたら全然余裕かなって感じです。まあ、これからもちょっとね、無理せずに頑張っていけたらいいかなと思います。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。